どうもはじめまして、マシコです。赤星がダウンしたので病室で誕生したフリー素材ピンチヒッターです。フリー素材のため表情などが5種類しかありません。すみません。では早速、野菜マシマシランキングを見ていきましょう。第5位。鷹の目、獨協大学前本店。写真のメニューは夏季限定冷やし中華で、もやしやキャベツの代わりに、大根や水菜、人参などがどさっと増される。そのシャキシャキ感は凄まじく、さっぱり食べられるとはいえ苦戦間違いなしの一品である。用心棒、千里眼、鷹の目、店舗の中でも鷹の目本店冷やしのマシマシ度がナンバーワンだと思いました。第4位。ラーメン二郎、八王子屋宴会堂店2。まだ4位ですが、ここから先はすべて、1回を残しギルティーが頭をよぎるレベルです。ラーメン二郎の中でも最もマシ度が高いとされるのが野宴のマシマシです。ショーの全部マシマシで挑んだのですがギブアップ寸前で、台にしたら終わってました。にもかかわらず海苔11、ネギ、切りチーズなどトッピング豊富に頼んでるのは少し余裕あるね。第3位。麺二郎。茨城県水戸市にある店舗で、有名店出身の店長さんが放つマシマシ。標高も高い上、くた野菜なので、その質量も半端ではなく大苦戦。しかもご覧の通り巨大な豚もトッピングしたので、本当に腹がぶち裂けるかと思いました。第2位。魔人ブー。埼玉県川越市にあるお店。もともと二郎で修行された方が出した店ですが、マシ度は本家越えですね。器の中まで浸食している野菜に、本当にごめんなさい、と挫折しかけましたが、入り、完食、小皿に移しながら食べることになったのも、後にも先にも、魔人ブーさんだけでした。第1位。毛麺日の豚茎本店。埼玉県久喜市にある二郎と中本のハイブリッドラーメンで知られるお店。蒙古タンメン中本の辛いあんかけを二郎系に乗せたフュージョンが有名だが、実はマシマシ度が隠れた豪傑だった。シンプルに野菜の量が最も多かったお店で、お店が空いてたからとはいえ、完食に40分近くかかってしまったのはここだけ。完食はできたものの、自分のように時間がかかってしまった人やギルティーしてしまった人が多く、最近はここまでではない模様。幻とも言える野菜マシマシに出会えたことも奇跡であり、感謝しかない一杯でした。いかがだったでしょうか。最近では無謀なチャレンジ名目のマシマシの横行でマシマシ禁止になっているお店も多くなってきています。初訪問ではマシまでにするなど、自分のキャパシティに合った注文で美味しくいただきましょう。おしまい。Thank you.